ドラフト爆裂乙女決定戦、よいしょ、いいですね、元気ですね、ありがとうございます。本日もね、足が出てるんですよ、ね、足は出してきました、いつも通りね、はい、寒いけど寒いのにね、ありがとうございます。今回ですよ、ドラフト制で自分の選んだ台で、あのバコンと出してもらって、うん、爆裂女王の座を、まあ、獲得していただくという、はい、今回こんな企画でございます。まあ、まずはもうどうこう言ってもドラフトの機種を発表しないとどうにもなんないので、うん、はい、こちらですね、私今手元にあります、はい、どうぞこちらでございますね。ドラフトの機種が、まあ、リゼロ2、うん、で新エヴァンゲリオンのタイプレイ、はい、で望郷星とアルマジスのインデックス2と下克上と延々とギフと、なるほど、はい、となっておりますので、2機種ずつ選んでもらって、うんうん、その機種を実践していただくという感じでございますので、はい、なるほど、荒いね、いや、そうなんですよ結構迷うよね、これ、うん、私はもう確実に決まってます、悩みもなく、おお、はい、すごい、なるほどね、私すごいなんか作戦を考えてしまう、あー、いや、いいですよ、そういうの、うん、大事ですから、そうね、ちなみに作戦は、作戦言わないよ、なんで言ってよ、いいじゃんね、言わないよ、こっから始まってんだから、そうか、なんか別に打ちたくないけど取っときたい機種みたいな、いや、言うな、言うな、なんかもし展開的に悪そうな時にあったらいいなっていうのよね、そうはい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 、そういうのも欲しいしなみたいな、ね、まさしげちゃんが言ってたのはね、めっちゃあるんだよね、めっちゃ分かる、分かる、分かるんだよ。さあ皆さん書き終わりましたか、はい、はい、じゃあいきますよ、第一希望機種、せーの、ドン、あ、下克上と新エヴァタイプレイと、リゼロ2、あ、分かれた、分かれた、私、はいはい、本当は一番下克上と打ちたかったの、そう、いや、なんか私ね、新エヴァとこれしか打てないんです、私、そうなんだ、そうなんだ、ちょっとまさしげちゃんさっきの言ってるんで、これ書くんじゃないかなと思ってこっち書いた、あー、偉い、でもすごい、エヴァ誰か書くだろうと思ってこっち書いた、うん、だから超悩んだのよ、マジか、すごい食い合ってたんだ、はい、はいはいはい、っていう感じで、心理戦を読み合った結果ね、読み合った結果、うん、1位の理由だけ聞きたいんで、まあ、なぜじゃあまさしげさんは新エヴァのタイプレイを選んだのか、うん、まあ安定感かな、うん、まあ、そうですね、うん、そう、まあ319で、うんうん、まあ当たれば時短もつくし、うん、まあ確かに、ね、うん、そうそう、一番安定はしてそうな気がする、安定はするかなというところですかね、うん、で矢部さんの下克上とは、はい、私は本当はこっちが第一希望だけど、一、うん、日通して考えたらこれ欲しいっていうので、マジ、うん、ライトミドルだからね、一応っていうことか、結構得意なんですよ、そうなんだ、得意なんです、まあ、私はもうあの普通に消去法で決めました、消去法、はい、何の消去法、全部相性悪いです、え、今回のこの中なるほど、全部相性悪いで、まあ、リゼロが一番相性が良かったから、まあまあ一応勝ちを狙っていくんだったらこの台かなと、そういう感じで選びました、ね、さあということで、はい、第2希望の機種が書けたかと思いますので、早速発表していきたいと思います、はい、せーの、ドン、どうどう、まさしげさんがとあるマジスのインデックス2、あー、変わった、望郷星、私はじゃあこれ確定、そうですね、確定で、はい、じゃあ矢部さんは第一、はい、第二かぶらず、うん、じゃあ獲得ということで、はい、残念ながら全然知らないんだけど、うん、ただ私北斗シリーズはめちゃめちゃ相性いい、あ、そうなんだ、っていうので、もうこの中だったらこれしかなかった、うん、なるほどね、うん、いくて、あ、いいぞ、2じゃない、うん、あ、やばちょっと待って、あ、やば、初代うつき、うわ、ちょっと待って、そんな上げ足取られるとは思いませんでしたよ、私入ってない、ここに入ってないよ、それ入ってないです、それ2人とも、私もライマズ、え、2人とも見えなかった、え、見えなかったの、髪とかぶって見えなかった感じだね、2ですよ、皆さん、本当にちなみに私は、うん、まだ打ったことないんで打ちたかった、あ、なるほど、そういうことか、初打ちでちょっとなんかいいことないかなみたいな、いいですね、初打ちはね、あるから本当に、まあ、私は普通にあの演出面で、うんうん、あの好きだからっていうのが、まあ理由かなっていう感じです、これ問題はこっからですよ、え、なにこれ、はい、喧嘩殴り合い、殴り合い、そういうバトルはないから、違う、今回いや、あのね、これね、かぶった時はじゃんけんって聞いてるんですよ、じゃんけん、なるほどね、いきますよ、じゃあ決めました、出すの、出すの、決めんの、出すの決めました、マジ、第一希望決めました、第一希望ね、グーチョキパー、グーチョキパー、何出す、グー出そうかな、あ、じゃあ、グーチョキ出そうかな、第一希望で、第一希望言ったかな、よし、最初はグー、じゃんけん、ほい、俺シンプルに出すなよ、マジで、第一希望、大水は絶対そのまま出してくると、じゃあ、大水ちゃんはあと残りからね、はい、あと残りから選ばせていただく、選び放題だよ、選び放題でもねえだろ、やっぱ2取られ
しかないわ、ここしかないわ。ワンチャン初打ちやる？出そうかもやっちゃうっていう気持ちで岐阜やる？やっちゃう？やってみる？そうです、永遠の方が打ってるから。あ、なるほどね。こっちとこっちだったら永遠の方が打ってるから、うん、岐阜じゃ取らせていただきたいと思います。みんなの、第1希望、第2希望が決まったところで、はい、あとはもう出玉を伸ばしてそのままプラスにして優勝を目指していくだけですので、はい、皆さん優勝を目指して頑張ってください。はい、はい、では実践スタートです。さあ、私取りました第1希望の機種が、まあ、リゼロ2でございますね、シーズン2。まあ、こちらスマスロにはなりますので、まあ、多少の心構えは必要かなと思っております。ちょっと、バッチリ当てていくぞという気合を入れながらね、1万円入れていきます。ああ、頼むよ。よろしくお願いします。本当に、生活費を削りたくない。モードのカスタムは一応、そうね、先バレー入れて、キャラはベアトリス。これで、いきます。いいですね。キドナの声が聞こえるな。やっぱね、あのリゼロをすごく打たれる方が多いので、なんかこう周りの音が聞こえてくるんですけど、まあ、エキドナの声が聞こえてきて、エキドナがねやっぱり熱いんで、演出的には私も早くエキドナを出さないとね、みんなに追いつかないと。でどうしようかな、そのなんかリゼロを打って当たってたら、まあ、ある程度ね、こうなんかST とか楽しめたのであれば移動しようかなって思うんですけど、なんかもし当たったとて、こう入らなかった場合を考えてるんですけど、今。なんかもうちょい続行して打って ST 取れるまで打つかとか、まあ、それともまあ一回ギフ打ってみてみたいな感じにするかどうか、まあ、こことかもね、すごい勝敗分かれるよなって思うんですよね。早く当たるときってすごい早く当たるんですよ。この、スマーパッチとかは特になんかそう思ってる。で当たんないと本当に全然当たんないみたいな、その旋回転とか余裕で超えて、なんかちょっと撮影の間じゃ当たんないみたいな、ね、っていうのも全然あるとは思ってるんで、いやどうしようかなって。台を選べる立場ではあるので、一応ね2機種取ってるから、いやーまあまあ考えても仕方ないんですけどね、まだ当たってもないんで。それでは、まさしげはですね、ちょっと第2希望だった、はい、インデックスからスタートしたいと思います。もう完全に初打ちなんですけれども、まあ、打ってみたいなとずっと思っていたのでね。で、カスタム一応先ローリング入れてみました。まあ、チャンスが分かりやすいかなということで。爆発力というか、的にはインデックスの方がちょっと強めかな。あの、初代に比べてね、3000っていうのが、突入時 15%。で、右打ちもね、あ、右打ち中もあの 25% で、4回に1回はね、3000取れるっていう感じなので、ちょっと荒い爆発力ある感じかなっていうところで、先に打つならエヴァだったかもしれないんですけど、まあまあ、出したいなっていう感じです。はい、私は第一候補の下克上島から行ってまいりたいと思います。で、あまりにも突破できないとか、どうしようかなっていうので、あれば、まああっちに逆の方が良かったかな。まあ、とりあえずここから頑張っていきたいと思います。体感2回に1回ぐらいは通してんじゃないかなって思うぐらい突破できるんで、ただ初当たりでこの間500近くハマった時があって、そうなってくるとライトミドルなのに、って思うじゃないですか。なのでちょっとはめないようにサクッと当てたいです。あ、来た、早い、いいね、雑魚待ち、びっくりしちゃった。ちょっと早くて、こんな早く、今これが32回転ですね。いや、当たってほしいな。はい、うわ、すごい速いじゃん。はい。いや、いいね。こんな早く。ああ、いいですね。演出いいよね。これいいよね。ほんとね。久しぶりに時見たかもしれない。なんか今日、いけそうじゃないですね。爆出しできそう。
ぱ当たるって分かっていても何の演出かなっていうのは楽しみであるので、いいリーチ。はい、引きます。ありがとうございます。32回転総資3000円です。今ちょうどね、出したとこだった。いや、得意って言ってしまったんでね、ちょっとお見せしたいです。どっちにしよっかな。あんま爆弾の方がね、爆発したことないんですけど、今ね3するぐらい、あ、早いよ喋ってる間にも、あ、いやいや、まあでもこっちでザコは引っ込んでるモードでいきたいと思います。さあ、いや、いきなりフラッシュは入れちゃうよ。鳴った時にね、嬉しいんで、まあ鳴らないとね、ちょっと不安ではありますが、大丈夫よ。いや、もう一発で、もう一発で押しますから。いやいや、大丈夫大丈夫です。早い早いよー。いや、割と結構早い段階で決まるんだけど、あ、でも点滅はしている。さあ、鳴ってはいないが、いきなりフラッシュ、お願い。ダメですよね。あーと、3、12、11、10、9、8、7、6、5、あーい、どうだ。あー、ダメだよね、ダメなんよ。あー、点滅、点滅じゃ、ダメかな、ダメかな、残り3。残りゼロ、ダメでした。全然一発で突破できないじゃんまあでも早かった、当たりが早かった。よし、さあ次行こう。ちなみに私の下克上等での最高記録、そんなに誇れるものではないんですけど、2万6000発ぐらいだったかな。あれ、どこだっけ、最近、割と最近、あーあった。うわ、びっくりした。早い。出玉探してたら画像娘の写真しかなくて見つける、あ、当たった熱っ、箱から熱っ、保留。早い。いやー、てかこんな早いんだったらさっき100回転以内に当てられなかったかと今112回転ですよ。いやー、うん、あ、いいね、気持ちいいね、音もいいし。来るよね。もうなんかさっきは時で究極噛んだ究極闘技来て、すごい派手、もう派手、これっていうメインの演出。はい、ありがとうございます。112回転追加投資なしです。ギリギリ上皿にあるぐらい。あと12回転早かったらな、よかったね、ほんとね。まあ、右打ち中ね、ちょっと確率、ちょっとだけ確率上がるからね、しょうがないのかな。うんね、はい。いや、こっちじゃないギリギリで変えた。さあ、これがどうなるか。いや、ほんとね、爆弾マジで爆発しないんですよ。どうやって爆発させんだろう。じゃあ、なしでいこう。いきなりフラッシュはオフで。どうだ、いっちゃえ、もう、ああ、いかない
この台は本当ずっとドキドキさせられる。ずっと当たってからもう。ふぅー。30。どうどう、え、もっと行こう行こう行こう、行っちゃおう行っちゃおう、行ってしまおう。よろしくお願いいたします。あと26。気になるで、ここでオフ。オフじゃない、オフ。さっきかオンとオフ間違ってる。大丈夫、落ち着いて。落ち着いてこ。いっちゃいな。あー、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。うわ、やってもうた。くぅー。誰、2回に1回ぐらいはいけるとか言ってた人。ほんとにごめんなさい。さあ、次行こう。切り替えはね、早めにね。マジで1万円使ったら1回先割れ来るぐらいのペースが理想ではあるんですよ。まあ理想を言えば1000円ごとに来てほしいですけどね、一番贅沢を言うならば。まあでもまあ1万円で1回なればいいなぐらいなんで、あと5000円でどうにかならしたい。じゃそれまでね、本当に話す時間はいっぱいあるんで、話したいこともまああるんですけど、私ね、数日前っていうかもう2日前かな、スノボ行ってきたんですよ。何年ぶりぐらいかな、7、8年ぶりぐらいにスノボ行って、ありえないぐらい立てなかった。そもそも立てない、もう雪の上で立つことができない。年を重ねたことによりかな、なんかこうこけることとかが怖いんですよ。もうなんかこう激しいこけ方をしたらもうダメになっちゃうんじゃないかと思って、体がなんかそれでなんか無謀なことができなくなっちゃって、中途半端にこうギュイってやってなんかシューって横滑っていっちゃって、わーみたいな、こけるっていうのを繰り返して、めちゃめちゃ今筋肉痛です。超体痛いです。いやでも本当に怖かったな。うい、なった。ちょっと遅かったかな。なんかボタン押すタイミングが遅かったかもしれない、わかんない。でも震えなかったです。で、この次の保留が、うん、ドナプルとかはなし。お、いいね。ゼロの演出っていうのはだいたいいいから、だいたいちょっと熱いから、はいはい。うん、4か。図柄がまずもう0、1、なんか3、5狙ってたんですけど、まあ、そこはなし。でもなって、お、ここで発展して、あら、エミリオ、気のせいか。あ、もう一回か。え、もう一回か、もう一回行くのか、やっぱり。うん。はい、これね、前のとぼけないでみたいなやつね。はい、まあ、3回目までは絶対行くって感じなんで、ここで変わってくる。大チャンス、大チャンス、攻めて。いやー、チャンスか。きついかなー。いやー、4のまま変わんないなーっていうことで、ちょっと連打を始めていきます。私、このボタン、裏ボタンでベアトリスが光るかどうかも確認。まあここは発展ですね。死ね。でこの時にボタンを押してなんかしゃべらないかってなったら強欲に行くんですけど、消えろ。いや消えない。あータイトルもなし、出てロップもないか。強欲 SP に行かなかったらね、だいたいここのテロップとかがもう何かがないときついかなって感じなんですね。チャンスアップがないと。で青からのスタートでしょ。白スタートだったらよかったんですけど、青青、じゃあ緑かな。最終的に多分緑になってのパターンかな。せめて赤まで行ってくれ。おし、せめてね、せめてもの赤。シャッターってくんないかな、マジで。
でも当たるとき大体なんか1個はね激アツジャッジが出たりとかそういうのがあったりするんできついのかな、どうかな、いきます。あーまあそうだよね、今回ダメでした。1回目のまあ先張りはダメと。いやいや全然全然、先張りが1万円以内に1回来てくれるっていうペースで考えたら全然今のところはまだ8000円投資なんで大丈夫です。うまくやってる方。2枚目でございます。いやまあまあまあスマパチだからね全然。いや本当にお願いしますよ。結構電車とかでも席譲ったりしますよ私。いい子ですよ、よろしくね。本当いいこといっぱいしてるよ。帽子この辺ではチャンス、ありがとうございます。この辺ではチャンスらしいですね。はい、ロックズ柄継続。はい、なんかいつもと違う展開になってほしいな。なんか氷結の絆 SP とかね、扉当たりチャンスもしかり、なんか直接的にこうあたりに絡むような何かに行ってほしいかな。なんか発展、ああ普通に発展するとかじゃない方がいいんですが、ちょっとこれはスバルアタック行きそうだな、行っちゃうかな、うん、行っちゃいそうだなこの感じ。死ぬ言わない、死ぬ死なない、スバルアタックです。まあそうね、シャだね。まあ、一応発展してくれるだけありがたい演出ではあるよな。移動しようかな。じゃあ353回転回しまして、確率分母は回しましたので、まあ、時間がなくなる前にですね一回岐阜に移動したいと思います。はい、移動してきました。岐阜どうぞ。大丈夫かな、当たってないけど、まあまあスマパチからスマパチへの移動にはなるんですけれども、先ほどのリゼロが349分の1、こちら348分の1です。1差上がってます。当たります、打ちましょう。 いやもう全然違うからね、1下がるだけで1回転回さずとも当たるんだから。あ、なんだそれ、ちょっとよくわかんなくなってきてる。あまりにも当たってない、大当たりを見てない、何も熱い演出を見てないがゆえに全然なんか考えることを放棄しちゃってる今で。カスタム一応入れれるんですけど、入れずに打ってます。そっちの方がいいかなと思って、まあ、なんかを待つよりは何でも当たりにつながるかもなって思った方が楽しいかもしれないと考え直しました。でもリゼロに関してはね、ちょっと先張り入れたいんだよな、あの音が聞きたいところはありますからね。今年に入って、まあ、2024年ですね。あ、もう3月か、ちょっと経ちましたね出てる頃ね、4月だろうしね、結構経ってますね。スロット打つ機会がかなり増えたというか、うん、やっぱパチスローのね収録多いし、なんかまあ地方とかね呼んでもらって、そのね打つ時もスロットをね選ぶことが多いというか、まあ3月に入ってからは初めてパチンコ打つし、そうね1月2月もねあんまり全部で片手で収まるぐらいしか打ってないかもしれない、でパチンコで勝ったのって私1回だけなんですよ今年。そうあんまりねやれてないんだよな今年。そうだからまあ、そうですね、その中でも新エヴァのタイプレイですねとかはちょこちょこ打ってるし、リゼロ2も打ってるし、であんまりいい記憶がないんですね、そう
そうなんですよ。だからまあちょっとね、打ったことない機種打ってみたいみたいなところもねあったんですけど、いやでも下克上等だったかな。唯一ねいっぱい出たのが下克上等。うん、何連したっけな、20連ぐらいしましたね。そうなんですよ、ちょっと持っちゃったかもしれない。はい、1万円なくなりました。うん、お願いします。2枚目。そう、ちょっと移動も考えたけど、まあちょっと1回ぐらいローリング、まあ当たり欲しいんですけど。ねえ、見たいですね。何にも出てないからな。わ、2回目来た。すごい、ドックンドックンですね。行かないですね。なんかあれみたいですね。なんだっけ、ゲンさんが、ゲンさんが。だから多分2回目、2段階行った時点で4分の1くらいあるんじゃないかな。25% ぐらいありそう。雰囲気。すいません、適当なこと言ってます。源さんが それぐらいあった気がするからくらいのノリで言ってます、すいません。あ、そうですね、2段階まで行けば 23.8% ありました、覚醒煽りね。すごい、私の読みは割と合ってました。よかった。そのなんかね、最近ほんとパチンコ打ってなかったから、そういう感覚が鈍ってないと思って。ちょっと自信になるよね。すごいどうでもいいけど、ローリングしてほしい。本当に。10日で？すごっ、やば。はあ、見習わなきゃ。うわ、びっくりした。めっちゃダイエットの話しちゃった。保留は青で、青になりました。さあ、青が入った。すごいね、今3の3ですよ。いや、ここね、ここまではめっちゃ調子いい。本当に問題は右打ちよ、右打ちなのよ。あ、いいね。あ、いいよ。エース。いいね、いいね、いいね。楽しいですね。はい。いや、本当にちょっと右打ち決めたいよ。絶対にね、絶対に。絶対に。はい、ここからの
あ、いいね。私この3210のやつあんまり見たことないね。いいね。やっぱほんと今日ね、当たり方とか、あ、またタキ来たよ。すごい来るじゃん。エース今見ながら右打ちどうするか考えてますから、もう今、いやーどうしたらいいかな、本当に分かんないな。ございます。169回転、追加投資しまして総投資5500円です。まだまだ低投資、力入っちゃってるから肩ほぐしてね。よいしょよいしょよいしょ。どうしようね。3回目も確率で言えば次入って当たり前みたいなねところはあるので、いやもう安心していきたいところですけど、よし、よろしくお願いいたします。いきます。ふー、なんかちょっとテンパイテンパイとか、ちょっとテンパイテンパイテンパイ。10、ふー、点滅してる保留さんいるけど、どうかなどうかな。うん、テンパイはしたよ、フラッシュは切りました。1、いやーマジーマジですか、マジなんですか。3回目もまさかの突破できず、いやこれはなかなか辛いぞ。ここも5連単してた怖い。いやー、うわ、来たよー今、履歴見てた、他の台の。なんか、ずっとタン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 みたいな台、ちょっと私嫌なんですけど、タンタンタン作っちゃったから、今。私がね。はい。でも、5連単で止まってるの。あっちも5連単した後に入ってるの。あと2回当てなきゃダメってこと ?3 回 ?3 回か。チャンス。さあ、ギアクラッシュはないんですよね。赤さあどうかな。ちょっとチャンスアップ系が弱かったら。あ、金出た。金出たよ。究極。あ、来た。究極闘技来た。いや、これは大丈夫でしょう。さすがにね、鎖も金でしたし、究極闘技は外れない。いきます待って、引いたし
究極闘技来たし、鎖金だったし、からの、と見せかけて、手、ないんだって。え、なんかすごい不吉じゃないですか？今の流れで当たらなくて、今スルーしてるじゃないですか。これはまずいよ。これはなんか嫌な予感する。今198回転。1万円ちょうど使い切ったので、全然、詳しくはないんですけど、一回補強性打ってみようかなと思います。はい、大動しました。早速打っていきたいと思います。まあ最低限の強い演出と、あとはカスタムなかなかしっかり入れまして、先読みオン、ティアクラッシュオン、エイリアン告知オン、いきなりフラッシュオン、キリンフラッシュオン、一発告知モードが、は入れてない。まあでもほとんど入れました。出た当初に一度打って、ラッシュ入ったんですけど、スルーして、なんかすごい嫌な気持ちのスルーの仕方だったんですよね、展開的に。そこから触ってないんで、相当久しぶりですよ。またしげさん当たってない当たってない当たってない。そうだよね、移動してきたばっか、ね、そうなんですよ。まあちょっとリゼロが先バレーが鳴らなすぎて、うん、ちょっとやめとこうと思って、ね、今日はそう、その日じゃないと思って。 あなたもあ、まさかあなたもまさかあなたもそう。そう、あのね、今ね、はい、インデックス打ってて、あの先ローリング入れてたんだけど、はい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 、一回もなんないから、同じ症状出てるわ今同じ症状、そう、今日変えた方がいいと思う、ね、そういう時は、そうそう、だからもうエヴァの方移動しようかなと思って。それがいい、それがいい、一緒だね。何にも、あとはね、うん、あれ入れない方がいいと思ってる。逆にね、そう、なんかもう何にも入れずにシンプルに打つ、うんうん、それが一番今日は当たる気がしますわ。あ、一旦そうしてみるわ。そうそうそう、ね、だからカオル君出したりとかしようかなと思ったけど、あー、もうダメ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 、ダメ、やらない方がいい、やらない方がいい、やらない方がいい、そうそう、はい、こういうなんか、なんか入れて何も出ない日はもうダメだから、どうせ何も出ないんだから、出ないからね、分かった。次回予告とか入れない。いや、入れない入れない、出ないんだからどうせ、うん、何にもなしでお互い頑張ろう、okay、 はい、まあ、とりあえず勝負にならないと面白くないから、 そうだね、そもそも、やばいよね土台にも立ってないから我々今、ね、だからもうとりあえず当てましょうよ、お互いね、当てましょう。当たってから勝負しましょう。そうね、当たってからね、そう、そこまでは励まし合いよ、うんうん、頑張ろう頑張ろうって言ってそうね、頑張ろう、そう、当たったらもう裏切りですよ、一気に、うん、当たったらもうっっ煽りに来るわ。いや、そうして、私も当たったら煽りに行きますからね。じゃあ待ってる、頑張って、とりあえず頑張って、うん、一旦頑張ろうね、いってらっしゃい、儚い友情に乾杯待って、その顔何の顔かな、あれ、あっち打ってたの、あっち打ってた、当たって3回、あ、3回も当たったの、うん、すごい、入ってはないのと思って、だからちょっと気分転換に、うんうんうん、一旦ね、1回ね、そう、1回、1回当ててね。え、でもすごいよ、199だとしても、うん、当たったのが本当にすごい、めっちゃ早かったの、一番最初33回転で当たってとか早かったんだけど、ね、今ちょうどね、風の噂でね、なんかすごい、うん、やばい空気感出てるよっていうのうんうん、本当なんかね、やばかった私やばいなって思ってたけど、え、ま、お水も全く一緒だった。え、どういうこと。ね、まあ先バレ的なやつを入れてたけど、うん、それすらなんねえなっつって2人とも当たってないんだよね。ないないない、あの1回も乗ってないもん。でもすごい元気じゃん。元気じゃないよ全然元気じゃないよ。え、すごい、割とあの笑顔でここに顔出したからあの風の噂と違う感じで、もう1回当たったのかなっていう一緒じゃんみたいななるほどね、盛り上がってね。そうそうそう、当ててもらっていいですか。え、でも私も言うても、うん、サンスルーしちゃってるから、うん、当たってないようなもんなんですよ。まあね、右打ちの楽しいやみたいなのがね。そうなの、でもこれ入れよ、多分今日初めてすごい出すと思うから。あ、今日ね、ビギナーズラックってあるじゃん、知らない台こそ出るみたいな、あるあ、いや、行くの今から。いやいや、逆逆、言わないの。だってほら、もう打ってた、もう打ってた。じゃあ今の私の流れのやつダメじゃん。いやいやいや、アキちゃんならやれるよ。やりたいやりたいやりたい。あ、
あそこでね、そうそう、あそこ行こうと思って。じゃあ、あのちょっとしっかり観察させていただきますわ、はい、あ見といてピカピカさせとくからはい、エヴァの方にね、移動してまいりました。ここからまた追加投資3枚目ですね。2万円ちょうどなくなったところです。で、カスタムなんですけれども、まあね、お水が言ってたし、とりあえずはじゃあなしにしてみようかなということで、もうこのまんまデフォルトって感じですかね。このままでいきます。いいなぁ、後ろの方はね、もう今あのエヴァ汗の方向の方ですけど8連チャンしてる。やりたい、やりたいです。8連チャン、そう、3000とかね、大きなトリガーというか一撃ドンみたいなね、一発はないですけど、コツコツね、1500を積み重ねて、エヴァって気づいたらいっぱい出てるみたいな台だと思ってるんで、はいちょっと新エヴァではね、まだやれてないんですけど、それを、いやでもいつかやれる日が来るはず。明日への方向もそうだった。最初の方はね、もうめちゃめちゃ苦手意識があって、そう、全然連チャン戦士ってなっとったんですけどね、なんかいずれ連チャンできたからね、いずれが今日かもしれない。結構早いけど今日だとしたらまあまあ早いけど、お守り置こうかな。なんかね、最近の収録でもお守りをね、置いてたんですけど、勝ち守り、はい、勝ち守りね、あと金運お守り置いたら当たったんですよ。当たりはした、なんか連チャンとか1000やったけど当たりはした。319引けたんで一旦置いてみます。はい、神頼み。でもね、めっちゃ効果あったと思うんですよね。なんかね、今年のなんだっけ、初詣、これ神田明神行ってね、買ったんですよ。これいつもたまちゃんが買ってるらしくて、勝ち守りで、私もね、普段は買わないんですけど、ちょっと買ってみたわけですよ。そしたら1月すぐになんか10万円ぐらい買ったりとか、そう、まあ怒涛の大連チャンを、その後負けの大連チャンをして、あの1月の収支もどうせ結局マイナスだったんですけど、はいあの初めの方はめっちゃ勝てました、うん、し、これ宮地岳神社って、あの福岡のね、光の道っていう、2月のまあ年に2回ね、10月と2月すごい、なんだろう、綺麗な道が見える、その神社から道がね、すごいまっすぐ出てるんですよ。でそれが海まで続くと。で2月と10月はそこに日が落ちるから、もう夕方とかめちゃくちゃ綺麗っていう神社があって、そこに行って、あ、もう全然あの光の道が見える時じゃなかったんですけどね、そう、そこで金運のお守りを買いました。はい、これ本当は携帯に貼る用なんですが、うん、普通に負けたね、これはね。そう、携帯買い替えようと思ってるからまだ貼ってない。はい。ないんですけど、まあ、お財布的なものに入れて2つは持ち歩いてます。これを置いて、この間は当たりはしたから、今日もこれで、とりあえず初当たりを引きたい。ドラフト爆裂乙女決定戦、よいしょ、
それごめんなさい、通常時 N チャンスアップを入れさせていただきます。ここのね、 N って筐体の部分にある乳銀の N のマークがまあ発行すると、で赤発行だと4割かなありますよっていう、まあまあ先バレみたいなもんですね、をちょっと入れさせて いただきました。結局ちょっと入れたくなっちゃった。ちょ、一回は見てみたいじゃないですか。私もまだやったことなかったんで、一回見てみたいの、やりたいのよ、こういうの。うい、これこれで、チャンスいいね、後期到来。いや、結構は簡単になってくれたな。なんかさっきまでのね、リゼロは何だったのかってレベルで早かったっすね、入れてからは。はいはい、おい、先呼び絡んでる。まあ、とりあえずは4割はあるっていうことなんで、発展はするっていうのが安心材料ではある。で、結局のところ、この変わってくれる保留の色とか、おー、いいよいいよ。これ溜まってくれたらいいからね。なんか30個ストックして5個、このあれストックできたら大当たり濃厚とかもそういうのもあったりするんですけど、まあ、とりあえず今1個ですね、ストックは。やっぱ岐阜って言ったらね、ここの、男魂よ、この男魂合ってるのこれ、コーキーやー、コーキーボイス、うんうん、で3回目と金系の演出が出てほしいんですが、金系の演出が放出、ほい、通常のボタンですね。いやー、緑か、緑じゃもう十何パーとかなんです、本当に。他の演出でどうにか上げるしかない。まあ最終的にね、赤保留まで上がってくれたらそれはそれでいいんですけど。これだけじゃね、やっぱちょっと。はっ、武将リーチでタイトルはなし。武将リーチだけじゃきついのよ、マジで。わあ、やばいな。うん。このまんま？このまんま？終わりですか？終わりなんですね。全然熱くなかったですね。いや、ちょっともう一回鳴らして、見てみよう。違う演出を。あんまりにも弱かったな。3枚使っちゃいましたので、これを入れるともう4枚目でございますね。いやー、きついきつい。3枚目いきまーす。本当に北斗シリーズは意外と初打ちするしてるけど、当てられるでね、当たんないっていう心配はあんまないんだけどな、大丈夫かな、まだでもまあ200ね。赤来たよね、来たよ、やっと。大変お待たせいたしました。当たるかどうかはさておき、やっとね、望郷戦に移動してきてから、まともに喋れる。さあ、いや、当たってほしいですよね。できればね。さあ。ワクワクしてる。まあでも、いろいろカスタム入れてるんですけど、エイリアンがな、スンとしてるな。はい。真剣バトル。え、あ、な、もう全然読めなかった。ジャギー、星4つ。
いや、すごい集中して見てた。危ない危ない。ケンシロウ。なんかさ、弱いよね、だってね。いやー、せっかく初めての今日のチャンスが。かー、ジャギ 81.3%。 いや、知らない機種って後々強そうだったな、今の演出みたいな。でさ、後々調べるとさ、 80% オーバーの S 多いのよ。ジャギさんだもんね。だってジャギだもん。いや、なんかうすら頭の中でそこそこあるんだろうなって思いながら、なんか嫌だなって、演出弱くないって思って、ちょっと見て見ぬふりしてたけど、調べちゃった、気になって。やだ、81.3% だって。もうパチンコは9割超えた演出しか信じられない。3万円なくなって4枚目入ります。まあでもすごいいい台なんで、お願い、もう通常時は見分けました。右打ちさせてください。分かった。さらにこれお守りじゃないけど、なんか置いとこうかな。これ、大水にもらった猫。お願い。かわいい。お願いします。5枚目です。そろそろマジで吐きそう。きち。頼むよ、ほんとに。やっぱ N チャンス入れない方がいいのかな。何も来ないもんな。ちょ、解除するか。じゃ、むしろ、先読みを、信頼度上げとく。天劇バイブアップぐらいにしとくか。すいません、何にもなさすぎて、話すことも何にもないんですけど、まあ、どうにか話して何かするしかないんだよな。今。いや、でも何にもないな。私も最近何かあったかって言われたら何にもない。なんかあったかなぁ。あ、なんか団子で思い出したわ。でも今この子団子食べてるので思い出したけど、長野に行ってなんか栗が有名なところ行ったんですって。どこだったっけ。おなんとかってところ、葛飾北斎のなんかがあった。それしか覚えてないけど。で、そこってすごいなんか栗が有名みたいで、そこで栗のお汁粉買ったなーっていうのを今思い出しました。何にも広がんない話です、これ。だから今日帰ったら食べようかなって思ってるんで、それを楽しみに行きよう。今日は個人的に打っててもなかなか入れることがない6枚目でございます。マジであんま入れない。いや、6枚か。感覚バグってきたな。なんかよくわかんなくなってきた。6万円って何だったっけって感じ。6万円ってなんだっけ。4枚目。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、またってしまえばね、東京線も下克上ともどっちも早いので、全然、まあ今4枚目入れたんで4万円分まくる自信はありますが、当たらないことには何も始まらないので、もうちょっとチャンス欲しいね。ちょっとね。いや、カメラおまけでダイエットできて、はぁーかまたダイエットの話してる。はぁ
ど足もバタバタしてたよ全身で喜びをたまらんですよね、この瞬間が。やっぱりラオウ、アミバ、あ、もうラオウ。はい、そう、こういうのがないと多分ダメなんでしょうね。ジャギもなかなか期待できるキャラではありましたが、こういうね、赤になるとかチャンスアップなかったんでね。ケンシロー、はい、よいしょー、よかった、出られましたー。総投資34,500円、448回転ですね。60%、いける、うんうんうん、大丈夫、よし。いやー、よかった、とにかく当てられて本当によかったです。ありがとうございます。動きうるさよかったいや、こっからよ、本当にさ、右打ちの速さ見たこ、人の台ではやっぱ見たことあるんで、すごいなって、楽しそうだなっていうのをやっぱ一度は味わってみたいですよね。計測率通りの連チャンでいいんですよ、もう本当どの台でも言うんですけど。やっぱね、これがないとねえ、バトルとはいえさ、当たらないパチンコの収録って本当に金銭面的にもメンタル的にもやられるから、みんな当たろうね、みんなラッシュやろう、その中で戦ろうで玉でね、うん、 ありがとう。さっきの残ってるの言っちゃそうだよね。いっちゃったけど、一回止めようね。ここ、の。早いよ。あと6。はい。いいの。ありがとう。大事。いや、このままいっちゃおう、もう。今一瞬手止めようと思ったんですけど、なんかこのままいける気がする。
なんか口乾いてきたもん。ありがとうございます。いやすごいですねこの台、なんかギュッとあの10回転に詰まってるんで、なんかもう結構いろんなものが削られてくる、1個ずつカウントが減るたびに。ただその中で決めるっていうのがやっぱハラハラドキドキ度でいうとやっぱ高いんで、やっぱそこがこの台の面白さだなっていうのは分かるんですよ。今すごい味わってるんで、やっぱ怖いですよね。いやードキドキするわ、ずっとドキドキするわ。あー楽しい。やっとやっと来た。今ちょっとねちらっとあきちゃんのところ覗いたら当たってました。なんとなんと多分連チャンしてる。今日戦ってはいますけど、みんな幸せになってほしい。自分もなりたいけど自分が一番とか思わない。もうみんな当たってほしい、うん。わ、入賞時に光ってますよね。なんか起きて、何も起きない。やしんじくん、わあびっくりした。いやマジでやっと初めてチャンス来た。キンキンすごい。パリ？パリでしたっけこれ。ボスキャラです。はい、パリ作戦、ストーリーリーチに発展しました。なんかまともなリーチを初めて見た気がする。お願い、エイフェル頑張れ。ボタンなの？ボタン。はい、残念。わー、パリ作戦で当たったことない。当たらないです。難しいです、パチンコ難しい。渾身の一撃だったんですけどね今ね。ならない。あ、嘘、何にもならなくなかった。ヤマト作戦、ちょこれで当たったら次千円札入れよう。綺麗に今ね4枚なくなったところですね。猫をめっちゃ潰している。もっともっと、パリはダメ、パリはダメ、パリはダメ。パリはダメなんだって。マンかな、マンの方かな。パリ作戦本日2回目、ボスキャラ、なんか出ないかな。
タオルくん、光んないかな。マンかな。はい、ちょっととりあえず、あ、まあボタン押そう。うん、はい、そうですよね。パリは当たんないんだよ。5枚目入ります。いやー、なんもなんないと思って、なんかなったと思ったけどダメだった。もうあの全部オンにしようかな。全部オン、全部オン、もうやだ、ムカつくので全部オンです。ここまでに、ね、当たってくれたらすごいね。はあ、よろしくお願いいたします。見えた、今見えた。痛い。よし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 、全然まだまだいい。お願いいたします。もうこのまま、もう行こう、もう行こう。はい。20%なの。よいしょ。さあ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 、まだ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 。やっぱ1万発はいかないとね、ダメだと思うんですよ。いや、お願いします、本当に。まだまだまだだよ、まだ大丈夫、まだ大丈夫だって、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだいける、まだいける、まだいける。はあ、いやー、なんかもう今このお願い、大丈夫、絶対ダメだと、やだ、ありがとね、なんだか。今の誰、私なんかキャラ崩壊してた。ありがとうございます。いや、よかった、お帰りなさい。さあ、来てるよー。
救止められた。ちょっと、トイレ行きますよ、私は。ここでトイレに行きますから、一回。だって見て、9990。この中途半端に万行ってないところ。もう次当てろって言われてるもん。そのまでに、すべてのコンディションを整えるために、私はお手洗いに行って参る。ええ。整いました。すっきり。そして、お顔もちょっと直してきました。さあ、行こう！よろしくお願いいたします。はっ！まだだよ、まだだからね。さあ、さあ、お願いします。な、うん、いえ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 、また簡単に、なんか連続でさ、ファイナルバトルに行かれるとちょっとさ、なんかさ、なんだか、なんだかな、なんだかなって。せっかくすべて整えて、もう時間いっぱい出ても大丈夫っていうにコンディションに整…あ、やだ、コンディションに整えてきたのに。デジャブ、デジャブっていうことは、ねえ、やだやだ、こんななんか全部整えてきてさ、ここで終わるのすごいや、見て、中途半端。9990 泣けるー。はい、ということで下克上等に戻りたいと思います。いや、時間的にもね、やっぱちょっと時間かかっちゃったんで、当てるまでに。もう一回当てろって言われたら、きついなぁと思いますので、移動します。よし。はい、台移動してまいりました。朝打ってた台とは違う台ですね。朝一台になります。で、今持ち玉が9388玉です。まあ、サクッと当てて、次こそ突破させるという感じの、イメージはできている。さあ行きましょう。6万円使ったので次が7枚目です。ラッキーセブンでございます。何がラッキーセブンかて、はぁ、あ、辛すぎ、マジで性格も悪くなるて。1万5000発は出さないといけないから、で1万5000発以上、もう2万発、2万発だな、もう2万発出さないとダメだ。あー、久々にしんどい。マジで。結構去年がね、2023年がすごいひどかったんですよ。もう何言っても当たんないみたいな。で、それを抜けたなって思ってて、2024年になってからそういうのがなかったので、まあまあいいかなーって、ちょっとは上がってきたな運勢もって思ったら、これよ、また来たよ、波が。もう怖いって、私も2024年無事でいられる気がしないもん。怖すぎー。あー、どうしよー。厄年なのよ私、2024年。翻訳なのよ。怖え、翻訳怖え。これか、翻訳。6枚以上使う実践。こういうのがいっぱいになってるんだ。どうせそうなんだ。それで、なんか健康保険とかも全部払われなくなって、保険証もらえなくて、病院とかも行けなくなって、高いから。それで、なんか公園とかで、辛い。
このまんま何にも起こんなかったらそんな未来もあるよってことだ。でも今日ね、まだ時間内に1回は当たるんであれば、なんか避けれそうな気がする、その未来を。一応公園でのたれ死ぬみたいなことはなさそう。でもこのまんまじゃのたれ死にです。変えられない、この未来だけは。やっぱパチンコとかって割とその四隅してるとか全然何にも集中してない時に当たったりするじゃないですか。プライベートの時とかもこうやって見てたけど、あー暇だなーって携帯いじり始めたらなんか起きるとか、やっぱそういうのありますよ。何の話してんだろうって多分ダイが、おいおいおいこっち見ろよみたいな、絶対なんかあるんですよ。そろそろ一回ぐらいチャンス欲しいな。あの、なんかざわざわしてるけど、いや、まあでもね、何もないから、何も。うん。からのがあったりなかったりないんじゃない？あるんだ。やっとなんか演奏来た。すごい静かだったな、だいぶ。行っちゃうんじゃない？行っちゃう、成功しちゃうんじゃない？うっかりちゃっかり。どうだ？はい、ありません。からの、ない。何人で倒すみたいな椅子に発展するんですけど、10人、おぉあほら、言ったじゃないですか。全然、よそ見してる時に来るんですよ。っていう話をさっきカメラマンさんとしてて、本当に今日はその率が高い。今はさっきの椅子どうなるのっていう説明をしようと思って、ふって振り向いたら鳴った。今保留は、青ですね。ああ、嘘、動いてないじゃん、鳴った。どうしたの？予告封印ですね。いや、まあちょっとね、動いてないんでね、なんとも不安なところありますけど、全然演出次第ではあると信じてるよ。よ。今、保留緑ですね。あ、すっごい傾いてた今。シュールだけどなんかいいですよね、この演出。解放。赤からの、あ、金赤、なんか派手に来るよ、来たよ、これは。でももうちょっと欲しいですよね。やっぱり究極闘技さっき一回外れましたけど、やっぱ絡んで欲しいですよね。赤、ここはもう赤絡んで来るよ、多分究極闘技来るよ、これは。ほらほら、いや、もうこれ、てんこ盛り盛りですよ。盛り盛り感。引かないで見届けようかな。勝手に引くやつで来る。ほら、引かない、見届けます。ありがとう。
こういうパターンもあるんでね。よかったよかった、ありがとう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 ございます。はい、98回転ですね。持ち玉が7763玉なので、もうこれ突破するんでね、もうプラスですよ。ええ、爆裂、これが真の爆裂、これから来ますから。だって今日下克上と4回目の当たりですからね。さあ行きます。ふー、いきなりフラッシュ入れます。今止めてますけど、ここから一度も止めずに突っ走りたいと思います。いや本当時間的にも最後だと思ってね、行きたいと思います。ふー、よろしくお願いいたします。なんで？おかしい、おかしい。いや4スルー、いや待って、ちょっと4スルーなんてすること本当にないんですよ普段。いやまだ時間はある、行こう。おかしいよね、おかしい、おかしい。4回も当てられてるよ。だってそれもすごくないですか。なかなかね、当たってない。やめて、やめた。え、あ、あぶきさん。やっぱ喋ってると今先読み、今は大水ちゃんについてるカメラマンさんとどうみたいな会話をしてたら、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、話しかけてくれてでおしゃべりしてると当たるんですよ。しかも今のエース初めて見ました。いい当たり方ですね。いやーまださ収支もマイナスなんですよ。こんなに当たりも取れてるのになって思うんですけど、今日はなんかいい一日ですね。なので最後は本当にここで確実に入れられたら本当に一日いい日だったなで終われる。赤に変わりました。保留がねちょっとかぶっちゃう。いやーすごい、5回目でしょ、こんなに当てられたのに。だって途中ミドル挟んでますからね。すごいよな、当たりの数で言えば。すごいね、あー赤です。全然チャンスアップ出ないなと思ってたけど、あ、いいね、すごい、今日3回も見れてる。すごい、1回外れたけどね。ありがとうございます。123回転です。本当に最後じゃない、さすがに。よいしょー。いやもうね、さすがにさ皆さん見飽きたでしょ。爆弾もね爆発しないし、雑魚揃わないしね、そんなんね見せられたってもうね。まあでもやっぱこっち、普段こっちが得意なのでこちらでいきます。
む頼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 む、行ってまいります。あちゃー早い、待ってたよ待ってたよ、ずっと待ってたよ、この音が聞きたかったのよ。はい、ありがとうございます。いや問題はほんとここ、よいしょー。いや、83パーってやっぱ大きいですよね。さあ、行きます。爆弾紫。いける、大丈夫、よし、よし。あー、いや、ほんとね、この台の右打ちはずっと手に汗かくから。まあでももう、ほんと、じゃんじゃん行こう。じゃんじゃん行こう。ふぅ、いや楽しい、よかった、本当に5回目にしてですもん、念願のラッシュよ、そんな簡単に終わらせられない。どこにしようかな。いやー、いつもさ、やっぱジャギーがいるところにするので、いつも通りここで、だってほらやっぱアミバジャギーって安心して倒せそうじゃないですか。え、言うね、関係ないんですけど、気持ち的にね、大事よ。さ、2、1、プチュンプチュン、あー、うわよーからの、あんま、持ち紫、大丈夫、いける、大丈夫よ。イエ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 イ、うわー、うそー、継続率 83% とは。ねえ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 、お願いだって。いやー、そんなバカなー、終わらない、終わらないんじゃない。うわ、終わったー。終わった、終わったー。マジでショック、ショックー、ショックすぎる。帰れってことか。いやー懐かしいな、なんか、うん、エヴァ明日への方向苦手だったなーっていうのを思い出して、やっぱタイプレイも苦手だなってそう今思ってね、うん、そんな時期もあったよ、うん、明日への方向がそういう立ち位置の時期があった、うん、5万円ノンヒットで収録終わったなみたいな、見せ場あの1回しかなかった、見せ場というかね、強いリーチあの1回しかなかったなとか、そんなこともありましたね。ね、なんか懐かしいです。でもそれも2年ぐらい前の話で、克服というかね、まあそれなりに当たるようにもなったし、それなりに連チャンもねしてくれることもあった、うん、から全然今はやれなくてもいずれやれる日が来ると信じてます、うん、まあ今日もうちょっとまだ時間ありますけどね終わりかけみたいなね感じで話してますけど、まだ時間はある。どうしたらいいんだ、ほんと、なんか雨漏りもダメだ、一回直そう。こんなね、喧嘩しちゃってんのかもしれないですもんね。よくないよね。いっぱい持っとくのあんまよくないかもしれない。2個は持っとくけど。はい、ちょっと猫だけにしますね。猫。そう、猫ここにおったら、ちょっとカオルくん、もしかしたら出てきちゃうかもしれないから。見えないもんね。
ね、先読み入った。めっちゃ私もうなんか台見てても何もなんないからと思ってよそ見打法だってしてたんですけど、いや、言い訳じゃないよこれ。マジでなんかあるじゃないですか、ポッキュンならないとき私めっちゃよそ見するんで。先読み入りました、お願い。あー、レバブル来たんですけど、最高、ありがとう、ついに来た。5万円目前にして、さすがにこれは、まあ当たりはするよね、きっとね。いや、本当にここまでが長すぎてびっくりしちゃう。はい。秋、金キラ金の赤保留です。ありがとうございます。あとはカオルくんが光ってくれるだけだと思ってるよ。はい。あ、シンジくん待ってたよ。金カットイン。いやー、あ、もうなんかレバブルしてる先に。ありがとうございます。初めて、今日初めてやっと図柄が揃いました、514回転ですね。エヴァに来てからは投資が28,000円、総投資48,000円です。お願いねえカオルくん、お願いカオルくん光ってねえ、お願いカオルくん、カオルくん、カオルくん。通常しか弾けないんですけどね、なんか通常の方がだいぶ少ないはずなのにな。 37% が通常。あ、入ってた、ありがとうございます。やった、 V 入賞してた、やりました。ST です、 ST です。カオルくん、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 いやー、よかった、ついに来ました。まあレバブルアップだけ入れとこうかな。まあカオルくんもいるけど、行きたいと思います。やっとめちゃめちゃ長かったここまで、はい、行きましょう。ダッシュです。いや、本当に長すぎて、もう、一生当たんないんじゃないかと思ってた。本当に。水飲もう。はい。ちょっと。落ち着きます。はい、お願いします。あ、来た。やっぱね、一旦ねちょっと手止めてみるのも大事ですね。一旦流れを変える。落ち着こうみたいに。カオルくん、カオルくん、ありがとう。1500、やっと、やっとというか、やっとまたまた手玉、取れます。ありがとう。レバー押せー、やったー。わー、なんかもうやっとなんかね体温上がる瞬間っていうか、もう手が熱くなってたんで
風が気持ちいい。泣きそう。今日一日の展開を考えたらもう涙がちょちょ切れますよ。本当に辛かったね。ここまで長い道のりでした。早いね。2回目早かったね。はい、サレンちゃん、もう打ち出すのも気が早かったわ。まあ投資はだいぶいってますけど、まくれなくはないエヴァって、うん、そういうもんだと思ってる。ちょっとねバタバタ連チャンしてまくれたらいいなと思います。半分、あと半分、大丈夫。ちょっと3000個じゃまだ足りないですね。50回、怖い。カオルくん、カオルくん、お願い、サクサクっと。レバブルを保留変化来い。わー来た。はい、残り25回転。わー、ありがとうございます。もう終わると思った。あ、いいね。はい、カシウスでしたっけ、槍ね。ロンギヌスじゃない方の。はい、ありがとうございます。子猫も踊ってるよ。はい、これで4回目4連チャンです。実績終了しましたよ。皆さんめっちゃ切れてる、めっちゃ切れてる。すごいテンションが高いのかもしれない。あ、そうかもしれない。もう全然高くねえよ。もう見てる人は実績結果分かってるからね。もう2人も分かってるしね。なんならでもこれ知らないこと分かんない。いや、私のことかわいそうな目で見てたでしょ。でも そこだけ知ってる。そこだけ知ってるね。ここだけだよ。まあそうね。ここだけよ。じゃあまあなんとなく察しがついてる私から結果いきたいと思います。初当たりはゼロということで、泣いちゃう。はい、6万5000円使いまして、泣いちゃう。マイナス16,125個とかだったかな。はい、そんな感じのマイナスでございました。ねえ、いやそうなんすよ。いや、うまいこと言おうとすんな、爆裂にかけて。まあでもね、もういいの、私はいいの。あとは当たった2人だと思うんで。そうですね。まあ最初は安部さんからいきますか。そうですね。投資が34,500円、はいはい、うん、回収が9,593玉なので、収支がプラス968玉。すごいすごいすごい、プラスだ。一応ね、プラスには本当に最後のあの下克上とラスト入ったおかげでプラスになったので、ね、うん、一応ちょっと爆裂したかと言われたら 83% でしょっていう、ちょっと最後怒りながら終わったんでちょっとなんともいいんですけど、でも一応終始はプラスになりました。まあ、確かに確かにすごいですよ。じゃあ最後は正重さんですね。戦いましたよ、最後の最後。いや本当ね、もう大水と同じ気持ちだったよ。私はそりゃそう、本当終了10分前まで。今年4万8000円、うわー参ったね。回収が
4522玉あってことでマイナスの7478玉でした。そう、右では3回、そうかそうか、4連チャンで終了でございます。結果的には矢部さんがプラスで1位ということなので、うん、はい、この称号上げてもいいのか分かんないけど、いらないいらないいらない、だっていらないよ、爆裂ってさ、うん、やっぱ2、3万発出て爆裂って言えると思うの。さすがにちょっとこれでさ、私爆裂って言えないですよ。まあ、確かにね。ちょっと2人だったもんね、相手がね。そうなんですよ。そうね。聞き終わりに挟まれてるからね。なかった、本当。皆さんは楽しんでもらいましたか？私は当たってないけど楽しかったですよ。本当に楽しかったよ。楽しかったね。よし、じゃあ楽しかった企画はここまでだ。じゃあまたみんな次の企画も楽しんでみてね。バイバイ。バイバイ。そうかよ。トニー。